あー、かわいい子だね。スピーディーボーイとなればいいわけで、あはい、三人称トミショです。スパイダーマンマイルズモラレス次からやっていきたいと思います。前回はアーロンおじいちゃんのミッションをこなしましたね。で今回はなんか犯罪が出てますが、強盗、あれこれ10コンボを決める3人にやられ、これなんか前回やってませんでした？もう一回出てきたりもするのか。そうか、もう一回出てきてくれないとボーナス目標失敗した場合できないもんね。そういうことか。なるほど、これは成功したやつってことだね。これまたやったらトークンもらえるのかな。まあやれたらやりましょう。で、収集アイテムを集めたりだとかサイドミッションやりたいですね。うん、いけたらこのステルスチャレンジとかメイン、まあそこまでいけるかな、ちょっとわかんないけど、まあまったりやっていきましょう。とりあえず犯罪が起きているということなので行かないといけませんね。行きましょう。これはどこで起きてるんですか。あー、なるほど、これか、いますね。よっ、うわすげえ、すごい、あらら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 、あらららら、よいしょ、ドーンドーンドーン、あ、痛い痛い痛い、何するのよ。おい、あれ終わり、あ、終わってなかった。ポーンポーンポンポン、あ、よいしょ、武器持ちは上げちゃうのが一番いいね。よいしょ、はいはい、1点トークンもらい、あ、ね、そうだ、おうおうおう、自慢しろ自慢しろ。そしてなんかあるな、この辺ちょっとあれを取ってから今言おうとしたことを言います。このこっちのこっちの方になんかある、ここか、オッケー、僕の町ハーレム部品下中。ですね、これかスーツ、なんか出てました。そういえばこのハンドメイドスーツっていうのがね、トークンを使えば着替えられると。でもですね、ちょっとそうだ、言い忘れてた、僕見ちゃったんですよ。そう、見ちゃったのよ、ネットフリックスでスパイダーバース見ちゃいました。マジ面白かった、本当にめちゃめちゃに面白かったよ。いや結構知り合いとか、あの三人称の動画見てくださってる方々とかから、いやドンさん絶対見た方がいい、マジで面白いからと言われてたんです。で、またと、そんな面白いわけがと思っていたんですが、めためたに面白かった本当に。そしてまあこのゲームもね、主人公同じくマイルスなんですけども、スーツがなんとあるんですよ、スパイダーバーススーツ。あ、ちょっと細身だね、やっぱあれに合わせてんのかな、こっちに比べたら細いね。もうちょっと背も小さいんだけどね、スパイダーバースの方では。これを着て今日遊びましょうよ。そしてね、バイザーとかスーツ改造もまあ新たにできて、トークンちょっと使うんだけど、なんかね、これが良さそうかなと思った。光学三角測量、三角で合ってるよね、ミカドとは読まないよね、光学三角測量、スキャン時に壁越しに敵をマーキングする、ステルス状況、ステルス状態である限りはマーキングを維持できる、これ結構良さそうだなと。やっぱりステルス俺得意じゃんね。取ろう、はい、つけましょう。そしてあとスーツ改造もなんか増えてました。今近接攻撃のダメージを 25% 軽減しているんですけれども、これがいいかなとは思ってるんですよね。誘導メッシュ、ベノムスタン状態の敵に攻撃を当てるためにライフが少量回復、結構良さそうじゃないですか。これを覚えたいと思います。ででん、はい、で、これでもうしばらくはトークンがないので何もできなくなりました。トークンもね、8個ないとこれ解除できないから、まあそのうちかな。
で、あとガジェットもね、一応ウェブシューター最大回数が2回増えるもできるようになったんですけど、トークンがないです。今使ったので。でスキルもこれが覚えられます。ベノムスタン状態の敵を他の敵にぶつけると、ぶつかった敵もベノムスタン状態になる。ベノム連鎖がどうやらこれで起きるようになるらしいです。先にこれ覚えておきゃよかったね。さっきいい感じにベノム入ってたから、これも覚えましょう。そんな感じですかね、なんかびっくりマーク出てたのは。じゃあ続きやっていきましょう。サブミッションかな、このまま目の前にあるんですよね。やっていこうじゃありませんか。スパイダーマン出ておいで。いるよ。近くのビルボードを。待って、情報が錯綜してる。何？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 犯罪も起きたけど。スパイダーマン、スパイダーマン、俺だよスパイダーマン。ね、ここだけど。あんたじゃない、うちの猫だ。ややこしいよその名前。スパイダーマンから名前もらったの？欲しいって。あの子も連れてっちまったのかも。何それひどい。ひどい。どっちに行きました？確か配電所に向かうとか言ってたら。そこ行っちゃうんだ。見つけてきます猫もね。ああそんじゃ頼むと。任して配電所に、じゃこれから配電所行こうぜっつってたんかな。スパイダーマン、ああ悲しそう。見つけてあげたい。ダンケに電話しよう。配電所素直に言ってくれたんだな。ちょっとアホなのかな、ちょっとして。入り口あった。お、入るタイプのやつ懐かしいな。ちょっと猫を連れてくやつは許しませんよ。おらボコボコにしてやろうぜ。ヤンケヘルプ、売店に入ったコソドロが近くの配電所に来てるらしい。よっしゃ任せとけ、ライブ配信しとくよ。まさか配電所に行くと言ってくれてるとはな。優しいな。来ちゃったよ。わっ、わっすごい。いやこれ便利だね、壁越しのあれもずっとマーキングしてられるのは便利だよ。これやばない、なかなか。あっ安全。おほい、いて、もうよくわかんないことになってたな今。ゴリラだって、なんてこと言うんだよ。これ全部ステルスで行ったらどうします皆さん。なんかくれます、お金とか。俺が喜びそうなやつ。いやお金は誰だって喜ぶでしょうね。どうしますこれがうまくいっちゃったら。いけるかな、ちょっと待って、俺得意だからね。でもあれ全然ダメじゃん、全員見ちゃって。ちょっと待って、そしたら今のはなんだ、これをこうやってしまえばこっちがはいフリーになるよね。そしたらこの今おびき寄せたやつもこうなんだよな。見ました、この華麗なステルス。はい安全。すいませんね、なんかうまくて。あれこれマジでいけるので、もうこのまま。あいけちゃったねおい。あららららららら、こんなうまい人いますか。あらら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 ら、困っちゃったなおい。ほんとにうまくいってしまったよ、予想外だよ。あなるほど、これをもしや、あ出ました、ぶん殴って解決。まさか、俺はただの観客。あとは猫を探すだけ。おう、スパイダーマン。あー、いたぞ、スパイダーマン。かわいいな、おい。ねえ、待って。待って。待って、スパイダーマン。シャフト。これか。スパイダーマン。お、なるほど。そういうタイプ。よし。待ってスパイダーマン。今行くよ。今行くよ、シーリングハング。あー。これかっこいいわ。俺もスパイダーマンになったらこれやりたい。でも俺足多分こんな風にできないかも、足が硬すぎて足の裏こうやってくっつけられるかな俺。ちぎれちゃうかもしれない。ちょっと待って、全然下に降りれない。ちぎれちゃうよきっとこんなんやったら。でこうか、オッケー。あー待ってスパイダーマン、待って待って、どこ行くの。ここ降りたのマジ、すごすぎない。
奴らの狙い分かっちゃったぜ。通り分かっちゃったぜ。停電すれば入り放題。あら、電気を戻せば銀行強盗を阻止できるってこと。犯罪を未然に防止。未来を知ることができるのは彼ら二人だけ。運命は彼らに託された。はいはい、集中集中。彼らっていうか俺な、大体俺な。チェックします。これはちょっとステルス全部やるの難しいんじゃない？でも俺は見逃さないよ、安全で出ていたのを。チャンスを逃さない人間だから。いつもこんなに楽ならな。ねえ、はいはいと、はい、サンサン、はい、サンサン、サンサンサン。前にも仕事したことあんだ。喋ってんね。知り合いの紹介。あー、二人来ちゃったな。奥にもいんのか、なるほどね。間違いねえな。したら、一人ボスが駆け出しの時なよ。最高だぜ。こっちにおびき寄せた方がいいね。あれ全然何なんだよ。そこが見、そこを見んのか、そこを見ちゃうのか。よいしょ、おい。あれ、それじゃおやすみ。いつもと様子が違うぞ。いつもと様子が違うな。どうしたの俺。うまいぞ、あれうまいぞ、マジで。別人がやってると思われちゃうよ、見てる人に。俺じゃないと思われちゃう。これうまくいくな。あれ、しばらくやってなかったはずなのに、なんか成長してしまったな。はい、安全。あ、危険。なんかこっち見たりしてんのか。安全になる瞬間がある、きっとこの人。ならんな、ならんな。そしたら向こうやっちゃった方がいいのかな。聞こえたか。でもこの人が来るだけか、これ。あ、いけるわ。はい、安全。ザルザルですね、君たちの警備は。はい、雇われてるみたいだね。誰だと思う。あら、あのさ、出力ゼロだって。知ってる。あら、そんじゃ非常灯をつけるぜ。よし、何でもできんだん関係。他のバックアップをチャージすれば復旧できるぞ。オッケー、オッケー。いやー、参ったね。おい、見てこの美しさ。美しいね。あらら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 ら、らスパイダーマンだな。俺スパイダーマンだな。あ、間違えた。よし、スパイダーマンはどこ行った。猫ちゃんはまだいんの、すごっ。あれだね、サブだけど結構なんかしっかりしてんね。いいよ、よいしょ。はい、はい、おいで。さすがにここは無理っしょ、全員は。ドンパチやっちゃうっしょ、いつもみたいに。はい、しょっと。あ、パン。それは。なるほど。この4人だけだよな。この人どこに行くの？あ、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 あら？あらららら？これは？もしや？このまま行くと、これとか。音がしたぞ。音がしたぞ。誰が行く？誰が行く？ほい。こっちの人気づかないのか。気づかんか。マジか。あららららららら。あららららら。何もいないかい？いるんだな、これが。おいおい。アップシステム探さなきゃ。簡単だな、おい。バックアップ、あ、これか？バックアップシステム。あ、これじゃない。あ、これだ。よいしょー。オッケー。先に進もう。メインのジェネレーター見つけて直せますように。なるほど。お。あいつらボスの話してたけど、誰だかわかる？銀行強盗なんてワンサかいいんだろう。一応聞いてみただけ。ここもいんの？あー、いる。めっちゃいる。ここが本ちゃんって感じか。あいつらを倒してなんとか修理しなきゃね。いや、むずそう、ここ。シッとしろ。俺らの手柄を邪魔するやつがいいんだ。そりゃいいんだろ。ボスは敵が多いからな。ボス全員ひねり潰
してんだろ。全員じゃねえ、スパイダーマンがいる。計画したやつはスパイダーマンを知ってて、しかも毛嫌いしてる。なるほど。もう一人の方でしょ、僕には敵いないし今はな。うわ、ポジティブ。今はね、まだ知名度がね。なるほど、ピーターを恨んでるやつが毛嫌いか、毛嫌いしてるやつがいるんだな。なんかいけちゃってますね。どうしようね。一人減ったね。下手な俺を見たいはずなのに、みんなは困ったな。だいぶスパイダーマンしちゃってるな。会社の学校行っときゃよかったぜ。分け前もらったら思う存分。ここむずいね。ここはなかなかむずいね。したらん、今の聞こえないのか。あ、いいね。これで一人おびき寄せられたから、よし。あ、マジ。あ、よし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 、いいよ。やればできる。これはさすがに、あ、これ落とせんのか。でも落としたら微妙だね。これはさすがにね、気づいてほしいよね、いくらなんでもね。いくらなんでも気づいてほしいな。間違えたよ。あぶねえ、あぶねえな。ちょっとダサかった。こうしたかったんですよ、僕は。よいしょ、おいしょ、ほい。はい、君、さようなら。早く年越したいぜ。いつかこんなに楽なんで、たんまり稼げる。ああ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 、終わっちゃうよ。ハング、全員ハングよこれ。あらららら、ら困ったね。ブレーカーを調べよう。美しすぎない、これ使うこともなく。ブレーカーを調べよう。ブレーカー、あ、これか。いや、過去こんなにステルスうまくいったことある。来てない。俺ジェネレーターはどこ。参ったね。ジェネレーター、あ、ん、これでいいの、これ繋がってるやつ。ほい、発見。うん、殴る。入ってても接続されてなきゃ意味ない。接続されてなきゃ意味ない。メインブレーカーに電気を送るケーブルを繋げる。繋がってないの。あ、なるほど、これか。あ、はーん、この前やったやつ。接続 OK、 いったん。おお、ブレーカーを入れよう。うまくいきました。危な、ライト点灯。点灯。あれ、まだ。うわ、なんかちょっとガタイの来たな。スパイダーマン、スパイダーマンが撫でられてる。おい、雑に入れるなよ。許さお前。デートの邪魔するのは失礼だって知らねえのか。ちょっと、ちょっと多そう、なんか多そう。こうして、あぶねえ。なんかなかった。あ、手を出したのが運の尽きだな。どうなの。本気でかかってこいよ。俺はいつだって本気さ。あっ、忘れちゃうな、マジで。あれ、あぶね。やかましいわ。よいしょ、避けていく。よいしょ、はい、やった。ダン、あぶね。おい、おい、これでさらに集めちゃう。あぶない。お前はこうした方がいいのか。はい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 、おい、避けていく。あ、これも使えるね。あら、終わっちゃった。おい、頼んだよ。俺が動きを止めてる。
あー、いいね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 、やってるやってる。あ、もうなくなっちゃった。シューター、痛い痛い痛い。俺が動きを止めといてやるから、いいよ。あー、こいつ、そっか、ダメなんだ。危ねえ。あ、避けれてねえ、避けれてねえよ。ちょっと遊びすぎた。あー、さすがに無理なんだ。おい、お、なんかいけそうだな、そのまま。よいしょー。ちょっと遊びすぎちゃった。今度こそブレーカー入れよう。は、ブレーカー入れよう。あー、かわいい子だね。うん、かわいい子だよ。こんな子、あんな雑に入れやがって、ボコボコにしといたからね。マジ、うわ、かわいい、たまらんな。いや、ずっと背負ってたい。うわ、見てこれ、やば。銀行強盗を阻止、スパイダーマンも救助したよ。お茶の子さいさいだな。ちゃんといるね。ちゃんと中入っとくんだよ。うわ、かわいい、マジで。いや、この子ずっと背負ってたい。ちょっといただけないかな、どうにか。あんなにストレス頑張ったんだからさ、ダメかい。こりゃかわいいわ。そりゃいなくなったら探すよね。持って帰ってきたよ。あら、すいません。やあ、テオ、プレゼントがあるんだ。喜ぶぞ。そうかい。なんだ。ああ、スパイダーマン。冒険してきたのかい。心臓止まるかと思ったじゃないか。かわいい、ちょっと涙が出ちゃいそうになるね。わっぱくなやつだな。お手柄だ、新人さん。ありがとう。うい、気にしないで。いや、ほっこりするわ。おお、書き込んでくれてる。コメントかな、これ。ありがって。ねえ、猫泥棒の狙いが何か分かった？関連がありそうな事件をいくつか調べてっとこう。ハーレム商業地区の窃盗に、フィースト北支部で起きた事件とかな。何か分かったら投稿するよ。オッケー、ありがとう。うん、投稿しといて。めっちゃ触っちゃった。かわいいわ。さて、取得可能。ああ、そうか、トークも増えたもんね。さあ、どうしようかな。なんかこの辺回収して、ちょっとこれやってみるか、ステルスチャレンジ。ここ向かってみましょうか。いやー、なんかもうほっこりしちゃったから、これで終わってもいいぐらいなんだよね。 1000m、 今回メイン無理かな、ちょっと時間的に。この通ってく最中にあれがあるんですね、部品が。なので、それを取っていきましょう。この辺、この辺だな。隙間、こっち、この辺、この辺。あ、こんなところに何かあります。はい、ありました、部品。ダダーン、デデデデン。近くで暴行事件発生って、ユーザーからの情報だぞ。ユーザーからの情報だぞ。行くぞ、俺行くぞ。どこ、あれか、これ。なんかどんなミッションなんでしょうね。うわー、やばいねこれ。まあ、ちょっとミッション気にせずやっちまうかね。うほほー、これで何人かいけない？いけないか。あ、しまった、これじゃなかったな、違う方だったわ。連鎖起きた。よし、ウェブで3つのものを投げつける。よし、ほら、あと1個。
あと1個ちょうだい。あぶれあぶれ、ういういういと、オッケー、ドン、ペローン。はい、完璧よ。トーク3つももらっちゃった。よしよし、何だったっけ、何してたっけ。あ、そうそう、次ここだね。じゃあここに向かって、ステルスチャレンジをして、今日ステルス乗りに乗ってるから、ひょっとするとステルスチャレンジ一発でいくかもしんねえな。そう、ベノムジャンプも使っていきたいね。この辺だよね。あ、もうちょっと 100m って出てたな。あ、ここを下、この辺か、この先だ。あ、ここです。壊せんのかな。おう、ありました、部品 OK。 ダダダダーン、ダダダダン、ヘイ。じゃあステルスチャレンジやっちゃいますか。犯罪が発生しましたが、ちょっと一旦無視して、よっ、あ、座れ、ここか。ピーターの声聞けるな。ピーターの声好きなんだよね。すごいなんか落ち着くよね。真っ赤なスーツに惑わされないで、うん、ステルスはすんごく重要だからね。それじゃあ今回は見つからずに全員倒すんだ。お、早いほどスコアもがっぽり。開始地点にジップして。よし、ステルスチャレンジだ。いやー、ピーターさん、今日の俺は一味違いますよ、マジで。見つからずに敵を倒す。めっちゃいるんですけど。いや、上にいるな、なんか結構。見つかったらゲームオーバー。これむずいのでは。これむずいのでは。いや、これやってたら時間かかってしょうがないのかな。それじゃ、お休み。え、ちょっと待って。え、どうしようこれ。なんかおびき寄せられるも、あ、あれだね、これ。しっかり場所が分かんないと流れよくできないね。こうしてこれ OK だね。これいけるんだね。これもいっちゃえば、これがこういけるわけだ。で次みたいな。見られてないよね。いやー、危ねえ。ハテナになってる。バレてない、バレてない。よし、OK。 ステルス最高。ここ見てないけどね。あ、これ OK。 よし、いや、なかなかでもうまくいってんじゃないの。これこうでいけるでしょ。びっくりしちゃった。こうで、はい、あ、またいけるね。いやでも2分、2分きついっすね。ここ2人で、あ、向こうも2人。これいいね、これいいよ。交差してこっち行ける。1分、いや無理だこれ。2分ってやばいな。2分やばい。ちょっと待ってよ。いや下よくわからん。下これ、こうしてこれ吹き飛ばせるでしょ。ついてなかったね、ごめん。あ、これ無理か。ハングドいけるかなと思ったんだけど。いやー、2分過ぎた。いや、むずいこれ。これをスピーディーにいってマジでむずいぞ。よっよっ、よいしょ。いや、これやっぱハングしてる場合じゃない気がするな。これもあれでしょ、この辺をおびき寄せてってことだよね、多分。よいしょ、スパイダーマンが勝利。これいける。いや、ちょっと待って、こっちでこうして、これでラスト、これで終わり。あー、むずっ。
なるはず。ステルス楽しんで。楽しんでますけども、楽しんでますけども、アルティメットめっちゃむずいぞこれ。ちょっともう一回リトライしていい？流れは分かったから、あとはもうスピーディーにやるだけでしょ。スピーディーボーイとなればいいわけで、あスピーディーすぎた。次はいけるはず。スピーディーすぎたな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待った、間違えた、間違えたわ。ちょっと、あ、ここ登ればもうできるんだ。任して。ちょっとここ違った、行く場所違った。こっち、こっち行くわ。クイーンズにあるフィスクの敷地でステルスしまくっててさ、気づいたらゴーストタウン。こうするでしょ。ここ2人だ。はい、行く。そしたら次見つからないように隠したから、こっち行って、後で見つけられなくってさ。これが記憶喪失にでもなっちゃったって感じ。ここ2人のところか。で、こうなってるけど、やべ、変なとこ行っちゃった。あ、違う、あ、なんかうまくいったわ。よしよしよし、大いなる責任を、ともです。びっくりしちゃった。やべえ、いやー、むずいわ。くそダメだわ、もう難しいよ。そんな感じでね、チャレンジ難しいんすよマジ。もう、あー、ミッション中止します。いやー難しい。一回やっぱ焦るとダメだよね。落ち着けばね、どうってことないんだけど、やっぱスピーディーボーイになるとやっぱ撃たれるよね。あれ面白かったわ。ちょっと一瞬 GTA に見えちゃったもん。いや最高でした。まあ今回こんな感じかな。あの、全然あのできなかったけど、メインとかはちょっとこれだけ取って、ついでに取っちゃおうかな。え、ここなんかあるの、この辺に。ああ、あった、やったぜー。で、次回は、おそらくメインをやる形になるかなと思います。そうだよね、今メインだけどもね、出てるのは。一応チャレンジも、地道にクリアはしてるということで、そんな感じで次回またどうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。